こんにちは、県庁です。このコーナーは静岡県広報課がお送りします。今日は第4火曜日です。川勝知事に県政についての様々なお考えをお話しいただく川勝知事のラジオトーク、富国有徳の理想郷静岡。聞き手は沢木久男アナウンサーです。では川勝知事にお話を伺います。川勝さん、7月 もう下旬になりましてね、もう連日猛暑が続いてるんですけども、はい、今年はあの電力不足、これ実際心配されているんでしょうか。心配されてますよ。ただね、まあ、今年猛暑になりかねないということで、まあ、大変心配してるんですけども、一方でですね、各電力会社の管内で電力の安定供給に最低限必要な予備率というのがあります。それが 3% ということになっているんですけれども、まあ、本県は中部電力と藤川伊東の東京電力の管轄内になってますが、中部電力は幸いなことに 9%、はい、それから東京電力もありがたいことに 6.7% ですから、この予備率は確保できているということではございます、うん、はい。でもしかしですね、差は去りながらこういう省エネに取り組まなくてはならない時期に来ておりますので、我々としましてはいわゆるこの省エネ節電対策に取り組むということはもう不退転の決意でやりたいと。でこれはまあエネルギーの地産地消ということで我々は今目指しているところでございますけれども、7月から9月の間を重点取り組み期間といたしまして、はい、県の庁舎での使用電力、この量をですね、平成22年度と比べまして、去年も、おととしもそうでしたけれども、原則 15% 削減するという目標を定めております。まあ、それから、まあ、そのためには、まあ、いらない電気はどんどん消すとか、それから部屋の電気もですね、部屋 のいわゆる、まあ、ルームクーラーですね、これも入ってきたときに涼しいというよりも、しばらくしてじっとしていると涼しく、感じられる程度でいいということで、この28度これを徹底したいということで、まあ、例えばこの県庁舎はですね、30% だったんですよ。まあ、全体として 15% の他使われない、いわゆる出先の期間もあって 15% はこれ今まで達成してますけれども、まあ、それぐらい一生懸命やってるんですけれども、まあ今日は佐々木さんは上着を暑苦しく着る、まあ、いやいや、その上着をね、ネクタイ締めてないとなんとなく、そうですね、多少こういうのもね、楽ですから、ね、そうですか、ネクタイないと、ね、はい、私どもは昨年からサムライシャツで、佐々木さん今日もね、ロシアお召しになってますけども、やっぱり涼しく感じられるんじゃないですか。そうですよ、これはね、昨年始めまして、まあ、若干不評なところもあったんですね。奥さんたちがちょっと高いとかね、まあ、しかし、まあ、これは和田由美さんが演習木綿をお召しいただいて、なんと着心地がいいんだというところから始まって、今年は2年目になります、まあ、ホップステップで言えばステップですね、はい、でまあ、もうきっちりステップ踏んでるという実感がありまして、色柄デザインもだいぶ豊富になりました、はい、それから女性用も登場したんですよ。あ、そうですか。私は町内でまだちょっとお目にかかってませんけども、実はね、今年、春頃だったかな、ファッションショーというか、今年のこのサムライシャツのデザインショーをやったんですね。でそれは本庁の何て言いますか、本館のですね、正面玄関のところ、大階段でしょう、はい、宝塚の大階段、そこにですね、男性諸子、まあ、うちの職員の、じゃあ若手職員、イケメン職員を登場して、それがですね、全くこう、もう、なんて言いますか、そこに若手職員の女性職員がね、しゃなりしゃなり取れてきたんです。私はどこの高いお金払ってるのかと思ったら、うちの職員さんで、やっぱりさすが着こなしが全然違って、で翌日の報道なんかもう全部その女性職員だけのやつ。もっともっと来ていただきたいですね。うん、そう。でそれで、まあ、そういうこともありましてね、はい、着心地がいいので、これが確実に広まっていくと、はい、ということで、私は、まあ、6月から9月の末までの、このいわゆる夏服ですね、クールビズっていうんですか、うん、これはもうこの侍シャツで通すということで、はい、まあ、節電に協力していると。まあ、これ、扇子も入ってますからね、はい、これ扇子でこう、これ、仰ぐでしょ、はい、そうするとこれ、節電になりますよね、省エネになりました。はい、でまあ、センスも上がるってわけでこれはダジャレですけども、はい、まあ、県ではですね、
エネルギーの地産地消、先ほどお話しされました、これ進めているということなんですが、はい、これはどういう背景があるんでしょうか。やはりね、これまで、まあ、東電、あの大きな原発であるとか火力発電とか、まあ、そういうものに依存しているという、これはいわゆる一極集中依存型というエネルギーシステムだったんですね。まあ、しかしやはりあの 3.11 以降、特に東部の方たちも大変困られてですね、でやはりエネルギーについても食事だけでなくて地産地消しなくちゃならないということで、一極集中依存型から分散自立型のエネルギーシステムへと大転換をするという、こういう方針をもうその直後に決めて今それを取り組んでいるところであります。はい、ですからあの、自分たちにちゃんと電源があるということですね。まあ、そういう電源を持っていれば、仮にその原発が動かない、あるいは火力発電が動かなくなってもですね、自分たちの差し当たっての生活、差し当たっての仕事には支障をきたさないという、そうしたところに持っていくということが分散自立型のエネルギーシステムに変えていくという、まあ、ここに我々も大きく軸足をあの、踏み入れております。まあ、これですからこのためには新エネルギーですね、これをあの、普及させていくということが大変重要になってくるということですね。その新エネルギーですけども、今後どのくらい増やしたいという目標が終わりでしょうか。はいはい、あの平成21年度がですね 5% 強だったんですよ。でこれをその時にはですね、向こう10年で倍にしようと、まあ、10% ぐらいにしようと依存率を、それをですね前倒しをするということで、目標をできる限り前倒しで早くに 10% に持っていくというあのことであります。で特に、まあ、本県は太陽に恵まれてますよね。日照時間がトップですから日本で、まあ、ですからそれをですね10年後、すなわち平成32年にこの平成22年から32年に30万キロワットということでしたけれども、はい、平成24年度、すなわち昨年度ですね、はい、今年の3月31日までの平成24年度で 31% 強だから、8年前同士でですねやってしまったんですね。でこういうことはできるというあの、ことなんですよ。うん、まあ、そういう前倒しをやるという、はい、あのことですね。なるほどね。で特にあの太陽光発電ですね、これ今あの注目されていると思うんですけども、今お話のようにあの強い日差しをうまくこう、ね、利用利活用するという意味で、太陽光発電の導入、これをあの加速するための県の取り組み、これはどんな状況になってますでしょうか。そうですね、まずあの住宅でですね、あるいはその企業ででも太陽光発電の導入をしてくださいということを進めているんですけれども、住宅用の太陽光発電設備の導入件数が平成24年度、すなわち昨年度ですが、11,972件、今年度はですねそれを1000件以上上回る13,000件で、そのためにあの県の制度融資の利率も引き下げるということをいたしまして、皆様方の導入を助けるというふうにしているということであります。こちらも着々と進んでいるということですね。そうですね、どんどん加速させてまいりたいと思っております。ではあの太陽光発電の他にですね、どういった新エネルギーの導入というものが期待されてますでしょうか。あの本県はですね、山に恵まれてますね、富士山、あるいは南アルプス、あるいはその天城というのがあります。まあ、大山脈があるので、まあ、こうしたものが水を供給してくださる。でこの供給、すなわち水の力を利用するということでですね、これまではまあ大きなダムでしたけれども、小水力発電というのがあります。はい、これは技術が進歩しまして、あの水位がですね、水位っていうかその落差ですね、落差がもうあの数メートルでもですね発電できるだけの技術を今日本は持ってるんですよ。でそしてこの7月にあの大井川にあの板っていうところは板地区がありますが、そこであの発電所がこの7月1日から供用開始しました。で私これは7月13日だったかな、あのそのセレモニーがありましたので参りましたよ。でそしたらまあ立派にね、あのその日も暑かったんですけども、うん、扇風機が動いてたんですよ、その式典の中で、はい、それをそこの発電所で作ってると。あ、なるほど。今それで1200世帯、賄えると。で、まあ、1時間に900キロワット、ぐらい出せると、まあ、これ年間直すと430万キロワットぐらいなんですよ。でこれをですね、あの今あこれ県内で最初です。はい、おそらく国内でもトップクラスのあの小水力発電ではないかと思うんですけどね。で今大井川のそのまた下流にですね、さらに2カ所、それから県内にはそういうのを、これ農業用水を活用したものです。であの一旦こう使うでしょ、発電に。でそしてそれをまたですね、あの用水に流すので、あの水はそのまま用水にも使えると。はい、でそれを流していただけのものに発電を加えたということですね。でそうしたものがあの、他にないかと
で県内に27箇所そういう農業用水の施設がありますの でそうしたものの老朽化しているものをですね新設するあるいは修繕するときに小水力発電をやっていこうと。でこれは技術がさらに進むと小さな落差でできると。でこの板の場合はねわずか7メートルの落差でこれだけの電力を起こせるということなんですよね。まあ、そうしたことでこれを小水力発電推進協議会というのを作りまして今120以上のですね会議体がまた団体がですね、お入り賜って技術開発、等をしながらこれを普及させていきたいということで、これもね私は可能性が非常に高いと。やはり本県の美しい水をまあ、せせらぎとして流すと同時に、このエネルギー源として使うということでね、もう水を美しい水をできる限り活用しているという意味での水の都という、そういう水の都づくりをね本当にこの都人として無駄にしていない、立派な人たちがお住まいだというそういうものにもしたいと。それからもちろん温泉発電もこれからこれまで通り進めて、いますし、それからね洋上風力発電というのも可能性が出てきました。これは御前崎で漁協との話し合いもできまして、今導入をしようということで、さまざまないわゆる新エネルギーを導入するということでございます。はい、まあ、この新エネルギーの導入積極的に今進めているということですけども、まあ、当然の CO2 排出量の低減につながるということになると思います。で県ではですね排気ガスを出さない電気自動車の普及にも取り組んでいるということを聞きました。これはどういう取り組みなんでしょうか。そうですね、もうこれは全国的にまた全世界的にも取り組まれていることですけれども、本県は自動車を作っている県でもありますので、それを励ますということでですね、次世代自動車すなわち EV ですね、これの開発支援を行っておりますが、昨年度までの県内の普及実績は3143台ということで、まだ増加の傾向にあるとはいえまだ PR が足りないと。でそこでですね、この間富士山が世界文化遺産になりましたでしょう。でそこは CO2 出さないと、で毎回規制もやってますよね。まあ、そうしたことでその富士山のふもとで電気自動車などの環境性能を国内外にアピールしようということでですね、富士山 EV フェスタ、これを8月1日に開催をいたします。だいたいそうですね、全国から40台くらいの電気自動車最先端のものを持ってきていただいて、でそして列をなしてですね、一切 CO2 を出さないで富士山スカイラインを走行する EV パレードというのを、やろうかと。40代から電気自動車ばっかりね、はい、まあ、こういうことで私もそこに参加してですね、これからの時代はこういう自動車じゃなくちゃならないということをアピールしようと思ってるんですけど、環境に優しい電気自動車などの良さを体感できる良い機会だというふうに私は感じております。ぜひお越しいただければというふうに思います。はい、では最後にですね、改めて県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。はい、侍シャツもそうですけれども、一人一人がですねエネルギーに対して工夫をすると、また無礼だとはいけないのできちっとした服装をしなくちゃいけませんけれども、節電への取り組みというのはお一人お一人していただきたいと。でそしてまたエネルギーの導入、新しい導入についても主体的にご参加いただきたいというふうに思っております。私どもは静岡県富士の国の豊かな自然資源がございますので、これを活用したエネルギーの地産地消ですね、食事だけでなくてエネルギーの地産地消による富士の国づくりを進めてまいりたいと思いますので、ぜひご協力をお願い申し上げたく存じます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。聞き手は沢木久男アナウンサーでした。川勝知事のラジオトーク、次回は8月13日火曜日の予定です。こんにちは、県庁です。このコーナーは静岡県広報課がお送りしました。